今なら、全部を変えられそうだ。やっときゃよかったって、後悔したくねえんだ憎しみは、ここで終わらせるこの力を得ても、やることは変わらねえ。基本に立ち返って戦うだけだ師匠の意志は、俺が引き継ぐ父ちゃんが、仲間が、みんながくれた力だ ど根性と痛み。それが師匠と兄弟子から譲り受けたもんだ。ほかげってのは、いて定の我慢して、みんなの前を歩いてる奴のことだ。俺ってば、いろいろ託されてるもんがあっから、失敗はしねえ。俺はどの先代も超えるほかげになる。負けねえ。絶対に。 諦めねえ、ど根性だ修行の成果を見せてやるってばよ俺こそが、苗木山のガマ仙人、渦巻ルト様だラーメン、ラーメンサインが欲しければ、書いてやってもいいぜ。へ <laughs> へ忍者は裏の裏を読むべしまっすぐ、自分の言葉は曲げねえ それが俺の人道だシャンナローこの勝負負けられない私はもう昔の私じゃない自分の道は自分で歩くそのために私は強くなったこう見えて僕は結構強いですよ手加減しないと嫌われるのかな こういう時の表情は、どうすればいいんだろう僕にも、心はある。もう怒りを抑えはしないお前の未来は、死だ。忍者は、裏の裏を読め。お前は危険だ。ここで仕留めさせてもらう。俺にも譲れないものはある。そう簡単には負けはしない。 心の穴は、他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ。俺の仲間は、絶対に殺させやしないよ。俺と一緒に、青春だ青春フルパワーで行くぞうおー燃えてきたぞ熱くなれ互いの熱血をぶつけ合うんだ 敵ながらあっぱれだその名は一生覚えておく今こそ最高潮の時へ俺は今、最高に燃えているぞ僕を優しいと思っているなら、とんだ見当違いだよ。やるからには、本気で勝ちに行くよ。隊長として、威厳あるところを見せないとね。さて、 どうやって攻略しようか次の世代のために、かっこいい大人にならねえと。筋を通さねえような、めんどくせえ生き方はしたくねえんだよ。邪魔はさせねえぜ。お前、頭悪いだろ。この葉を担う玉を守るのが、俺の役目だ。<laughs> 僕はぽっちゃり系だー決めたんだもう逃げないって僕はもう止まらないずっと前に走り続けるこの勝負の後に焼肉が待ってるんだ華麗に激しく私は戦場に咲いてみせる綺麗な花にはトゲがあるってね問答無用バカー 美しすぎるって、嫉妬と戦争の的よねもはや資格はない。俺に見切れぬものはない。どんな忍びだろうが、俺の白眼からは逃れられん。ヒューガはこの葉にて最強今こそ、自分の人道を貫き、守り通すときどんなに手強い相手でも、 僕は絶対に負けません自分を信じなければ、勝利の道もありませんよ見ていてください回先生負けないんだからこの辺吹き飛ばすわよ。私に勝てると思ってんなら、それはとんでもなく大きな間違いよ。うーんミング最高私も最高ってね でつけらんなくなるぜ。ぶっ飛ばしていくぜ行くぜ、赤丸へへ、<laughs> 久々に血が騒ぎ上がる。俺相手にタダで済むと思うんじゃねえぞさて、何秒くらいで片付けっかな。容赦はしない。それが相手に対する礼儀だ。いかん。 少々目立ちすぎてしまったかここからが真骨頂この戦闘も問題なしだここに立っているのは私の意志だから逃げたばかりじゃ進めない力が湧いてくる心せよヒューガはこの葉にて最強 私と一緒に立とう君まっすぐ自分の言葉は曲げない大切なものを守るために俺はやるぜあまり時間はかけない一瞬で切り倒してやるふん、<laughs> 一歩も引く気はねえぜ度胸ばかりじゃ俺を倒すことはできねえぜ お前なんかあっという間に病院送りで来れ本気の本気で行くぞ俺は教わったんだ忍びの道に近道なんてないことをやあやあいいぞ尋常に勝負しろこの木を逃さん行くぞとっておきを出すとしますか。この手に届くものは全て助ける そのためにここまで強くなった楽しみだな。お前がどんな戦いを見せてくれるのか。この後廊下に立ってなさいこれから特別授業を始める特別個人授業だ。バッチリ教育してやるからな。遠慮はいらない全力で来いなめてると、痛い目見るってばね。 死死がたぎるってはね燃える拳は止められない潰れたトマトになりたいのは、あなた命知らずね。あなたを、愛してる。あいや、しばらく 強天同士の超絶忍術。斧がマナコに焼き付けるがいい少し相手をしてやるとするかの。活目せいここより始まるは、人愛の戦いよお前を弟子にしてよかったわいま、負けやしないでしょう。 ルールや掟を破る奴はクズだ。これより任務を遂行する。一時の感情に流されてるようじゃ、忍び失格だ。俺は、落ちこぼれなんかじゃねえ。ビビってなんかねえぞ負けるわけがねえ。俺は強いんだや、やってやらよし つまんない争いなんてさっさと終わらせなきゃ守られるだけじゃダメ私だってしっかり戦わないと強がっても無駄あなたはここで終わりなーんか弱そう今ここで影に足を踏み入れる第一歩としよう革命だ俺は今 この世で最も強い。俺が全てを断ち切る。己の意志と目で成すべきことを見据えたい。俺がほかとなり、里を変える。今の俺の目には見えている。自分が進むべき、本当の道が。悔やみながら行け 俺の目に映る全てが復讐の対象だ絶望を、怒りを、俺の闇を見せてやる。今までの負のシステムは、全て俺が始末をつける。今この俺には、あんたの死に様が見える。脳書きはいい。さっさと始めろ。内派を舐めるな。 俺の怒りを、憎しみを知るがいい。この目で見切れないものはない。雷鳴と共に散れ。今の俺は雷すらも手なずける。この目も術も全ては復讐のための力だ。俺の気まぐれで、お前は命を落とすんだぜ。 邪魔する奴はすべて切り伏せる。無様に散りなさい。<laughs> 逃げてもいいのよ。あなたがどれほどのものか、試してあげる。ふ <laughs> いてくるじゃない。今のあなた、悪くないわね。 誰も私に抗うことはできない。僕を、なめるな完璧な僕に敗北はない。さあ、見せておくれよ。慌てふためき涙ぐむ姿を。完璧たるこの僕に似合うのは、完璧なる勝利のみ僕は蛇を脱皮し、 竜へと消化したんだよ少し、本気を出してやろう。君の体は <laughs>、いい実験体になりそうだ。さあ、始めようか。公開実験の始まりだ。徹底的に痛めつけてあげるよ。手術の時間だ。怖いかいこの僕が。 色々とデータを取らせてもらおうか。行くぞ僕も混ぜてよ。僕の出番だね。さて、暴れるとするか破壊こそらく、滅 <laughs> 落俺はいつまで、拳を汚せばいいぶっ壊しまくってやる徹底的に潰してやるぜ 張り倒すぞコラなめんじゃねえぞコラヒヒヒヒ興奮してきた気合い入れ直してやる全力で行かせてもらうぞいつの世も戦いようだがこれで最後ぞここに真なる忍びを見せようかつもくせよ 今こそ見せよう我が穂の意志を里を守ることが何より人を、忍びを、子供を守ることになると俺は信じる。お前はあと我が名は千住柱間ほかが初代を担う者なりこの葉隠れのため穂が意志を今燃やさん 本気を出してやろう。己を知らぬお前に正気などない。貴様にも見せてやろう。我がうちにもいる火の意志を。久方ぶりの実践か、手加減できぬかもしれんぞ。わしの火の意志、今お前に伝えよう。佐藤をしたい。 わしを信じる者たちを守る。それがほかげの役目。新しい時代を担うのは、若き日の医師たちよ。少し本気を出すかのう。実力の差というものを教えてやろう。いざ、勝負と参ろうぞ。 わしにかなうと思うてか。このは舞うところに火は燃ゆる。過去も未来も、すべては若き火の石たちのために。命を懸けて守るべきものがある。俺のスピードについてこられるかいこの身がどうなっても、引けない戦いがある。 負けはしない。大切なものがある限り。お前ならその答えを見つけられる。失敗はしない。この俺にも、いろいろなものが託されているのだから。おちょくるのはやめなよ吊るすぞ、こらいい度胸じゃないか。かかってこいあたしの邪魔をするのなら。 ぶっ飛ばすん、<laughs> その喧嘩、勝った火の意志を舐めるなよこの葉隠れは、命を懸けて守るなまった体を動かすにはちょうどいい。いいだろう。相手をしてやるわしは改革者わしの足を止める者は許さん 忍びの世のため、この葉のため、決して生かしてはおけぬ。来い。相手になってやる。我が全力を持って、お前を殲滅する。俺に挑むか。ならば、俺はそれを排除するまで。絶対防御の前に、いかなる攻撃も意味をなさない。 この里は俺が守るあるのはただ忍びだ戻ってこい今のお前でも小さな巧妙は見えるはずだ今の俺にははっきり見える光の道がな花から勝負は見えてるぜ仕込みは上々さて始めるじゃん恐怖ってのを教えてやるじゃん <laughs> 弱そうな相手じゃねえか誰にも止められやしないよこの私は相手にできること光栄に思え少々痛い目を見ないとわからないようだな私と対峙するとはいい度胸じゃないかこのわしに挑むのは100年早いわ憤怒の恐怖を教えてやる わしは強い。この世界中のどの忍びよりもな。鼻から話をする気などない。お前はわしが倒す。カモンチェケラッジョー己で開くぜ未来覚悟はできてるオーライ最強の俺様とやり合うお前、大凶ああ根性人情、俺三条 ああだるいとか言ってらんねえなあ,あダーリーあんたのメッキを剥がすことになるかもなふーん俺とやるつもりまあいいけどさお前を倒しいつぞや捨てた己を拾う喜べわしじきじきに塵にしてやる このわしが喧嘩を売られるとは、なかなかの度胸じゃぜ。さて、どんな感じで遊んでやろうかの。今季が、送れる。とろけるように、静かに眠らせてあげる。教えてあげる。殺意と恐怖の狭間を。<laughs> 怯えることはありませんさあやりましょう我が信念見せてくれよ宙なき者に道はあらずレ馬の刃に切り伏せてくれよ僭越しごくながら貴殿の信念を拙者の刀で押しはからせてもらう胸に秘めし真の心今こそ戦場に披露しようぞ 救世主たるこの俺が全てを終わらせてやる。さあ、俺を楽しませろ。踊ってもらおうか。死に至るまで永遠にな。最後にして、最強のチャクラを持つこの俺が導く。目的は唯一。 無限つくよみの成就のみ。この世界を否定する存在。それが内葉まだらだ。愛など不要。真に必要なものは力のみ。さ、踊ってみせろ。ここで無様に果てるがいい。 貴様との戦いなど俺にとってはただの遊びに過ぎん。安心しろ。手は抜いてやる。砂利相手に本気でやってもな。走るわ死を覚悟せよ、小さき者。終わりの始まりだ。我々の前に立った今。 お前の命運は尽きた。チャクラを一つに。始めようか。もっとも結果は分かりきっているがな。月夜の夢の世界へ導いてやる。俺はもう人ではない。次の段階へと人々を導く者。できる限り、 穏便に送ってやろうと思っていたのだがな。俺が案内してやる。無限に続く夢の入り口にな。痛みはない。一瞬で終わる。お前のすがっている希望など存在しない。この世界は、終わらせる。己の無力さを呪うがいい。 月の目計画は必ず成就させる。俺はこの世界に絶望するお前を見てみたい。もう、じっとしていろ。お前は、十分耐え忍んだ。絶望するがいい。絶望しかないこの世界に存在する価値はない。俺はこの世を滑る者。 本当の平和などない。希望などありはしない。えっと、お手柔らかにって、そんなつもりないですよね。どうせ俺をいじめる気でしょひどいな。無駄な争いはやめましょうよ。俺の術、特別披露しちゃいますよ。希望はない。光もない。 あるのはただ絶望だけだ。お前の命はもうすぐ終わる。この戦いも俺にとってはただの通過点に過ぎない。俺はこの世を滑る者。誰も俺には勝てん。全部消してやる俺は地獄にいる。もう一度彼女のいる世界を作ろう。 俺がこの世の因果を断ち切れ神の力を今見せよう。今こそ裁きの時だ。痛みを知れ。俺の道は、俺の願いは、誰にも邪魔させん。ここより世界に痛みを。人々が、国が、世界が、 痛みを知るのだ。久方ぶりの本気と行くか。お前に万が一はない。諦めろ。くっ、すまない。体が、勝手に。降りかかる火の粉は払うのみ。容赦はしない。消えてもらう。人の命など。 儚く脆い何もできず何もなせず何もわからぬままあなたは滅びる神に代わってあなたに痛みを俺を倒したくば恨め憎め無限の恐怖を教えてやるせめて苦しまずに葬ってやる 諦めろ。万に一つも勝ち目はない。俺は、お前をずっと愛している。お前は、弱い。仲間を忘れるな。わからないのかお前は決して、完璧ではない。腕が鳴りますね。じっくり痛ぶ 差し上げますよ抵抗は無意味です私の前ではねフうずいてきましたよこの世で信じられるのは金だけだ少しは金になりそうな相手だ <laughs> 俺に挑むとは判断を誤ったな。 さっさとやるぞ。邪神様、さあ、俺と一緒に最高の痛みを味わうぜ。さあ、残分に暴れまくってやるぜ。そろそろ儀式の時間ってかね。カッ芸術ア 爆発だ強嘆しろ絶望しろ泣きわめき。オイラの最高芸術、とくと拝ませてやる見とれんなよ。とっておきを見せてやる。てめえも俺のグツコレクションに加えてやるよ。始めるか、最強最悪の演劇を。 俺の本気を見せてやろう。さあ、お前を見極めよう。いつでも行けるぞ。来い。お前の価値を、俺自身で確かめてやる。もはや止めること叶わずわしの渾身、受けよう何人もわしを止めること叶わず わしを相手にどこまで戦えるかその力見せてもらおうかここより戦場は地獄と化す俺に宿る真なる力をここに披露してやろういいだろう俺の本気を見せてやるここで消えるは運命お前の道はもはや終わったバッキン 俺の術はすら半端ねえから注意しとけよ、マジで。ああ、なんだ。あまりはしゃぐなよ。俺が勝っちまうんだから、な。勝つ気がなくても勝っちゃうんだな、俺ってやつは。勝つためなら手段は選ばぬ。わしの全力を見せてやる。信念な着物は淘汰される。このわしの手によってな。 己の理想のため、いかなる戦いも勝ち残る覚悟がある。大演劇の開幕じゃ実戦経験の差というものを教えてやろうかの。にゃ <laughs> <laughs> どれ、少し可愛がってやるとするかの。お前は俺には勝てねえよ さりやろ地獄から戻ってきたぜ。俺の前に立った意味、わかってんだろうな。腕が、体がうずく。さあ、早く始めようぜ。本気で行きます。降りかかる火の粉は払わねばなりませんね。僕を甘く見ない方がいいですよ。 手加減はできません。僕は子供ですから。準備は整った。さあ、始めようか。私に挑んできたその好奇心があんたを滅ぼすことになる。私に喧嘩を売るとはねえ。その度胸は本物かいお前はすでに袋のネズミ、あとは私に駆られるだけさ。力の差を教えてやるよてめえには覚悟ってのが足りてないようだな。 俺をただの忍びと侮るなよ。痛い目見ることになるぜ。ちょうど退屈してたし、仕方ない。やってやるか。止められはせんわしの力を見誤るでないぞここより人外の戦いおおこのわしに挑むとは、しばしの間楽しむとしよう。 勝利のため、視力を尽くすことを誓う。さて、相手になればいいのだが、手加減なしで来い。こちらも、そのつもりで行く。こちらの望みは強烈の攻防。お前にそれができるか。手加減はできねえぜ。 目の前に立つのなら、倒すだけだ。お前に未来はない。ここで弾けるがいいぜ。俺は俺のまま、やりたいようにやるだけだ。いざ、尋常に勝負っすお互いに遠慮なしってことで、最初から全力で行くっす大丈夫っすかこっちのスピードは普通じゃないっすよ。 なんか、つまらなそうな相手だなあ。いざ尋常に勝負自分の言葉は曲げねえそれが俺の人道だ絶対勝つ俺は決めた俺は俺の人道を言ってやる俺は俺の道を行く。邪魔をするな。<laughs> 負ける気がしねえ。 面白い。やってやるぜ。いいぜ。付き合ってやる。シャーんならー甘く見ると痛い目見るわよ。絶対、絶対に、負けないんだから。見せてやるわ。女の意地と乙女の心。はぁ、めんどくせえ。はぁ、雲はいいよな自由で。 たまにはやる気出していくか。へいへい、やりゃいいんだろんへえ、お腹すいた。誰だ今デブって言ったのう。おおぽっちゃり系万歳。勝ったら焼肉おごってね。かかってきなさいよ。タムけの花は何がいいかしら ボッコボコにしてやるわよあたしの色香でイチコロよ来い。すべてカンパしてやる。運命なんて、誰かが決めるもんじゃない。俺が相手とは、運がなかったな。面白い。相手になってやる。燃えてきました正々堂々戦いましょう さあ、本気を出していきますよ絶対に君に勝ってみせます私の術を見せてあげるドキドキタイム <laughs> 楽しませてちょうだい。どこまでもつかしらイヤッホー目に物を見せてやんぜ余裕余裕俺の敵じゃねえぜ よっしゃあ暴れてやるぜお前を倒すことに徹しよう。時間はかけない。すぐに終わらせる。どんな相手だろうと油断はしない。常に冷静でいる。それが勝利の近道だ。格好悪いところは、見せられないもの。まっすぐ、自分の言葉は曲げない。私にだって、 できるよね。頑張らなきゃ。恐怖を味わえ。俺は手加減できない。来るのなら本気で来い。俺は手加減できない。来るのなら本気で来い。恐怖を味わえ。俺は手加減できない。来るのなら本気で来い。 かかってくるのなら、容赦はしない。お前は俺の獲物だ。逃がしはしない。やってやるじゃん。速攻で終わらせるじゃん。悪いが手加減はしねえぜ。徹底的に遊んでやるじゃん。軽くひねってやるよ。暇つぶしに相手をしてやるよ。 私とやる気かどうなっても知らないぞ。<laughs> 少々痛みつけてやるか。どんな相手だろうが、僕の敵ではない。圧倒的な力の差を教えてやる。お前はここで朽ちる。この僕の手によってな。力のない者が、僕の前に立つな。 俺は俺のつながりを守る邪魔するってんならぶっ飛ばす大切なものを守るために俺はここまで強くなった修行のせいかバッチシ見せてやる。この葉隠れの里は俺が守る久しぶりに本気で行くか俺の前に立つ勇気は認めるあとは そうの実力があるかどうか、だな。この世界が今の自分にどう映るか、俺はそれを知りたい。虎の王を踏んだな。温まっ,ってきたー。なーんか弱そう。相手に不足ありって感じかな。私の本気、見せてあげる 手加減禁止本気でお願いします俺は俺の人形を言ってやる俺の時代、到来だってもさ誰が相手でも諦めない俺は忍者だからさっさとやろうぜま、どうせ俺の勝ちだろうけどね。おかげになるのは私の夢誰にも邪魔させない内葉サラダを舐めんじゃないわよ うちハイチ族を舐めないで私の前に立つなんて超シャンなろうよさっさと片付けるさてと、いただきますか。雑魚はどうあがいても雑魚だ。お前は俺の食事だ。逃がさん。本気で行くぜよゲームオーバーぜよ 俺を楽しませてくれよ。遊ばせてもらうぜよさっさとやるぜふん来やがれギタギタにしてやるぜさあ、決めるぜうちをなめんじゃねえぞ、こらうちを怒らせるなよ来やがれ、クソ野郎かかってこいよ、クソネズミ負ける気がしねえ 父ちゃんの脱成時代とは違うんだよ出りゃいいんだろ出りゃよそいや、お前の親って誰俺は迷わねえやるべきことを最後までやり抜くんだ父ちゃんとは違うんだよ才能がよーしこれで準備オッケーだってばさ俺を弟子にしてくれ お前は忍者失格だ。大事なことだろう、これって。忍びとして大切なのは、チームワークと根性だ行くぞ、クラマ俺らを止められる奴なんかいねえんだってばよ暴れるぞ。ほんの軽くな。あなたには、お父さんがいてくれる。大丈夫怪我はないあの人は私が支えます。 いつだって、隣にいるために。ホカゲになるのは私。これクマだから凶悪なパンダに見えるクマだから私たちのすごいところ見せつけてやろうよ <laughs> 単純ねじゃ行ってきまーす私はパパと違う道を選んでほ影になるのもしよかったらその。 修行をつけて欲しいんだけど。ふ、う、ーん。随分と自信があるようね。お前はナルトより薄らとんかちだ。忍びの本質は変わらない。俺はそう信じている。少しは自分で考えろ。すぐに答えを求めるな。いいだろう。弟子にしてやる。お前の本当の力を見せてみろ。 今の俺なら、新しい未来を見据えることができる。いよいよね頑張りなさい家計を預かる主婦なめんなどっかで見たことある光景ね。ちょ、なに別にそんなんじゃ僕の親もリスペクトしてほしいね。ゲームでも大活躍のようで。やっぱり君は、 いずれほかげになる忍びだよ。うん。全部予定通りさ。僕のことも忘れないでくださいよ。友達。ですからね。君ならどんな相手でも楽勝だね。それはお楽しみ。玉出しが中人になる資格はありませんよね。諦めるか諦めないかです。珍しいね。こんなとこ来るの。 今はそんな時では、決勝進出決定青葉は僕が守ります正々堂々戦いましょうお前もやっと忍びらしくなってきたなこの大役、しかと仰せつかりますぞ、これ七代目、見ていてください、これこれこれ、うるさいぞ、これ まるでかつてのナルトだな。力が入りそうだ。我らより逃げおおせると思うなよ。こいつらにこれ以上好きにはさせんやるわね。インすら見えないなんて。新しい任務を試すにはいい機会よね。まだまだ現役なんだから。いわゆる攻防戦よ。 お前はもう家に帰って休め。めんどくせえ。とも言ってられねえよな。お前を倒す策はすでに考えてある。玉は俺が守る。努力や根性といった言葉はもう時代遅れなんです。これは絶好のアピールチャンスだ。君が難しく考える必要はない。 し、バレたか。パワーチャージ、完了。勝利のフラグが立ったな。お前の過ちは、この俺を対戦相手に選んだことだな。勝てる相手だぞ、頑張れ頑張れ。お前ら全員、ダジっちゃうよ、ほんと。一網ダジンってことだよ。この試合も省略しちゃおっかな。 コッパみじんにみじっちまうよ。さあ、すべてのチャクラをくらいつくす時が来た。おもしろい、この星のやつらは。礼を言うぞ、愚か者ども。はははははははこの星の原住民ども、余計な知恵をつけたとみえますな。 我が強力に敵らし角の恨みだちょろちょろと鍵回るネズミが、ここで果てよう隠れんぼのつもりここかな <laughs> 今日は私の誕生日だよ早く帰ろう頑張れお兄ちゃーんロック。 うん、母ちゃんの目を盗んでコツコツレベル上げるから楽しいんだよ。影縛りの術早く片付けねえと母ちゃんに怒られるからな。ねえ、もうめんどくせえよ。ま、一応僕もイノシカ長だからね。君いないと倒せそうにないんだよね。次のボス。父さんらしい。 空気読めないテストだよ。はあ。勝って母さんのご機嫌取っとかないとね。